4人の先生方、今日は本当に参考になるご意見を聞かせていただきました。ありがとうございます。日本共産党の赤嶺政権です。最初に長谷部先生にお伺いをしたいんですが、実は私沖縄県の出身でありまして、まあ日本の現実どうなっているかということを常々直面をしているわけですが、我が国というのは日米安保の下でさまざまな秘密が作られて、核兵器持ち込み密約、沖縄返還密約など国民に隠されてきました。米軍地位協定に関わる取り決めというのは未だに全く明らかにされておりません。住民の生活や安全に密接に関わる問題ですら明らかにされていないわけであります。私は実は昨日の質疑でも取り上げましたけれども、日米地位協定の考え方という外務省の解説文書がこのようにすでに出版をされているわけですが、外務省はいまだに公表しておりません。それどころか昨日ですね、私が伺いましたら、今回の法案によって特定秘密に指定する可能性もあると、このような外務省の答弁でありました。であと一つですね、これも昨日の質問で取り上げたんですが、法務省の刑事局が沖縄返還の前に、沖縄の広大な膨大な基地が返還されてくる、その時に、米軍犯罪、基地に絡まる事件事故、これに対する取扱要領をまとめた合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料という、これはちょっとコピーでありますが冊子になってですね、国会図書館で閲覧されているものでありましたが、国会で聞いてもですね、それには答えられないということで存在を認めてきませんでした。で、日米安保に関わるですね、このような問題、特に沖縄の人権や権利やですね、尊厳に関わるようなことがことごとく秘密に、されてきた、国民に、そういう問題について隠してきたという、歴代政府の下で、こと今回ですね、日米、安保に関わる秘密が横行をしている、そういう現実をですね、先生のお考え伺いたいと思います。よろしくお願いします。長谷部参考人。先生が今ご指摘 の、 地位協定等に関する具体の情報については申し訳ございません。私勉強不足でございまして、具体的な知識を持ち合わせておりません。そのために非常に一般論、抽象論でお答えすることになって、しまいまして申し訳ない次第でございますけれども、一般論としてはやはり特別の保護に必要、特別の保護に値する し、 しかもそれを特定の秘密として指定することが、適切で現時点において合理的であると、というそういうものだけが、指定されるべきものであると、そのことはこの法案もやはり大前提にしていることであると思いますので、その考え方に従いまして何がそういう特定、秘密として指定されるのか、そういう運用が期待される、そういうものであるかと考えております。委員長。赤嶺君。私たちから見ましたら適切性もない、合理性もない、一般的に不平等な日米関係、それによって起こされるさまざまな米軍の事件事故が
米軍の特権的地位を保障するというのが今でもですね、秘密にされているわけですよ。で、特定秘密になったらそれが合理的で適切なものになるかといったら、今まで国民に不都合なものを隠してきたことをですね、合理的なものだけ、保護をされるということではなくて、より一層厳しくですね、真実が国民に隠されることに、なるのではないかという懸念を、私は、持って、おります。そこで、長谷部先生は、有識者会議の一員であられたわけですが、最高刑についてですね、当初懲役5年の案が懲役10年にされたわけですが、これはどのような議論の経過を経て、そのようになったのでしょうか。お答えをお願いしたいと思います。長谷部参考人。数年前のことでございまして、正確な記憶を持っているかどうか、定かではございませんけれども、確か報告書で、の中で提案をされておりますのは5年あるいは10年ということであったかのように考えております。で、5年か10年かというのを有識者というんでしょうか、会議でこれまた結論を決め切ってしまうということは本当にいいのかどうかと、そこはやはりいろいろな本日 の議論の中でも、出てまいりましたけれども、外国の法制はどうなっているのか、あるいは国内の他の、秘密、各種の秘密を保護する法制はどうなっているのか、そこを含めてやはりバランスを考えていかなくてはいけないもので、ございますので、5年ということもあり、あるいは10年ということも考えられるのではないかというふうに考えております。委員長。亀根君。やっぱり懲役、5年が10年になったという経過について、私たちも釈然としないものを強く、抱いて、いるわけですが、米軍の刑事特別法、普通に刑特法、刑特法って呼んでる法律、それから MDA 法、これは米軍の秘密、罰則10年、ということで、これに合わせたのではないのかというような懸念も持つわけですが、その点はいかがでしょうか。長谷部参考人。先生ご指摘 の私が属しておりました、研究会でしたか、それはこの法案を作ったという研究会でございません。もし仮に特別な保護の必要性のある、そういう情報、政府保有情報について、特別の仕組みを作るとすると、一体どういう仕組みが考えられるのか、その基本的な考え方をお示しを申し上げたと。ということでございまして、この法案を、作成する段階でなぜ10年になったのかに関しましては申し訳ございませんが、私は知識を持ってございません。赤嶺君。それでは次に、関連しまして、春菜参考人に、ちょっとお伺いしたいんですが、日頃、日米同盟、その他いろんな論文著書にもお目にかかっております。ジャーナリストとしてですね、日米同盟の問題の精力的な取材もされているというふうに認識しておりますが、核密約や沖縄返還密約の調査にも関わっておられました。日米安保やあるいは安全保障をどうしていくかというのは、主権者国民が判断すべき基本的な問題だと私は考えるわけですが、これらの密約っていうのはですね、主権者国民の判断を阻害したのではないかとこのように考えるのですが、この点春菜参考人はどのようにお考えでしょうか。春菜参考人。密約はですね、その有効性が常に問われると思います。
つまりその国会で、承認をされたわけでもありませんし、それでいて効力を持つということであれば、住民のですね、不利益になってしまう恐れがありますので、やはり、密約というのはしない方が、まあ、まさにいいわけであります。まあ、アメリカという国は核兵器の開発をして以後ですね、膨大に秘密が増大しましてですね、核に関する情報がですね、ずっと秘密にされてきたという傾向があるわけですけれども、まあ、今言われたその秘密について、密約の文書というものが、まあ、どこにあるかというのはですね、まあ、ずっと分からなかったわけですけれども、例えば核搭載艦船の入港に関する密約ですけれども、これにつきましては、1960年の安保条約の締結時に結ばれたものでして、実はそのアメリカ国務省がですね、発行している FRUS という、本があるんですけれども、アメリカの外交関係日本版というやつなんですけれども、その中に、機密を解除されてない文書として、含まれていました。でやはりですね、結局その密約が結ばれて、存在そのものがもう分からないということがずっと続くものですから、そういう形で示されているとですね、あれがこれではないかという推測が、まあ、をつけることができるわけですね。で、まあ、アメリカの公文書館でその文書をの請求をしてですね、出てくるフォルダを見ますとですね、公表できないものについては、まあ、大にしてまあピンクの紙なんですけれども、カクカクしかじかのような文章がですね、カクカクしかじかの理由で ABCD だったと思いますが、公開できないということが書かれているわけです。まあ、そういうふうなことが、この機密を解除されない場合でもこの推定ができるような形で、公開されないという理由も書かれてですね、いるというこのアカウンタビリティといいますか、そういうものが、今回ですね、まあ、確保されるのかどうかというところもですね、一つの、注目点かというふうに思います。委員長。赤嶺君。まあ、今のアメリカでの経過、日本政府に引き寄せて考えてみますと、日米の密約っていうのはほとんどアメリカの国立公文書館から研究者の血の滲むような努力によって、明らかに、されてき、たわけですが、ところが日本政府は認めてこなかったわけですよね。でそういう、歴代政府、とりわけ日本の外務省という中でですね、今回の法案がさらに秘密体制を強化していくのではないかと、このような懸念を持つわけですが、先生はいかがお考えでしょうか。アルナ参考人。まあ、したがってそのようななんて言いますか、恣意的なですね、まあ、恣意的、あえて恣意的という言葉を使って妥当かどうか分かりませんけれども、そういうことに、まあ、ならないような仕組みを作っていくことが、まあ、肝心かなというふうに思うわけなんです。やはり密約というものは困るというのはですね、外務省の公開した文書の中でもですね、ぜひやはり佐藤栄作総理がですね、結ばれたような、公開されたようなことがあるわけですけれども、その際の外務省の発言を見てみますとですね、避けたいと、密約は避けたいというふうなこの本音をですね、漏らしている文書もありますし、そのような形でですね、密約は、まあ、この結ばないという原則をですね、まあ、守ってほしいと思います。委員長。赤嶺君。まあ、
どうもありがとうございました。密約によって、被害がないどころか不条理な現実が日本の国っていうのは沖縄の基地問題抱えてですね、この不条理さっていうのはいくら言葉を尽くしても説明できないほどの現実を抱えて、いると思います。そういう中で、非常に恣意的なですね、秘密の範囲というのが一方的に決められようとしていると思うんですが、そこで田島先生にお伺いをいたしますが、秘密保護法制の経過の中でですね、重要な要素として2007年のジーソミア、この締結を指摘されておられます。今回の法案と日米同盟との関係についてお考えを伺いたいと思います。田島参考人。2007年に、日米政府間のですね、軍事情報の包括保護協定、一般的にはジーソミアと称されるものが結ばれてですね、多くの国民はおそらく知らないと思います。なぜかというと当時あまり報道ほとんど報道されない、こう小さいぐらいの、確か8月だったと思うんですが、でそれはどういう状況を想定したかというと、やっぱり日米間の軍事的な緊密な関係をより強化していくというのが、この間のどういう立場であろうとですね、客観的な事態だと思うんですが、それにはですね、要するに、日米の軍事的な協力と、あるいは、別の観点からいえば一体化という、そういう観点からすると情報の提供と、受け取りということが増えていかざるを得ない。でそうすると同じ情報を共有するということがやはり必要になってくるので、アメリカが保護している、ちゃんと法律で厳罰で保護しているのに、提供した受けた日本はですね、非常に、そういうものではないとしたらそれはよろしくないよということなんですね。ですからその意味では今回のおそらく法律もそういうジーソミアを念頭において、ある種の国内的な措置としての側面を持つだろうと。ただ注意しなければいけないのは、ジーソミアというのは一般的には軍事的な情報というのは射程なんですけれども、安全保障の問題というのは軍事だけにとどまらないわけでして、食料の安全保障も当然大事ですし、外交における情報もものすごく大事なわけで、今回はしたがって、ジーソミアの射程をちょっと踏み越えた形での保護の強化が進んだと、そういうふうに私は認識しております。委員長。赤嶺君。先ほどから議論になっている点で、これも田島先生にお伺いしたいんですが、国民の知る権利という、言葉が盛り込まれて、おります。秘密保護法制と国民の知る権利は一体両立するものなのか、その関係について、お考えを伺いたいと思います。田島参考人。秘密を強める広げるというのが今回の提案なんですね。ですから情報知る権利を、明記をしたとしてもですね、その法律の本体の方向はそうではないわけですね。秘密を広げて強化をするということになるんだから、なるので、したがって本来の意味のその知る権利の趣旨を生かせるような形で、使うことにはならないのかなと。本来知る権利というのは情報の公開を広げる、法律を強化し徹底をするという文脈の中で、情報の公開というのは権利の基礎として知る権利というものがあり、それに使えるために情報公開制度というのがあるという、そういう文脈で本来の知る権利の機能というのは果たされるのではないかなと、そういうふうに思います。委員長。赤嶺君。ちょっと時間が来てしまいまして、長野参考人には質問の機会、できませんでしたが、ただ私は国家は保護すべき秘密があるという
議論より先にですね、国家は国民の人権や生活を守るために公開しなければいけない不合理な秘密をたくさん持っていると、この現実をどう考えるか、国民生活との関わりでという具合に常々思っているところですが、今日また4人の参考人の先生方のお話も参考にして、より深く委員会の質疑に臨んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。